青コーナーより勝林レオナルドスパッキー組の入場です。壮絶な第3試合でした。果たして準決勝で丸藤健太組と戦うのは果たしてどちらか。第4試合を迎えます。まずはカズ林レオナルドスパンキーの入場です。全日本のカズ林、そしてゼロワンマックスのレオ様ことレオナルドスパンキー姿を見せました。この2人はハッスルでタッグを組み、黄色い声援を受けているイケメンです。レオ様リングに入った。そしてカズ林も入った。今日もハッスル、タイタニックは沈んでも俺たちは沈まない。全日本ナンバーワン色男カズ林、そしてレオ様レオナルドスパンキーです。青コーナーより佐々木隆源太郎組の入場です。イケメンって何ですか。今時そんなこと言ってる人いませんよ。俺たちはイケメンじゃない、男前です。そう試合前話しました。アパッチプロレス佐々木隆源太郎の入場です。 DDT で生まれた、その名も赤レンジャーズ。DDT を離れアパッチプロレスに移籍した。現在もインディーマット界で暴れている2人です。イケメンを倒しに行きました。まずファンの皆さん、俺たちの傷だらけの体を見てくれ、そう話をしていました。この胸の傷です。佐々木隆、俺たちが本当のイケメンジャーズだ。今高々と指を上げました佐々木隆、アパッチプロレスの2人です。前源太郎、後ろ佐々木隆、果たして勝って丸藤健太組と戦うことができるでしょうか。リワカップ1回戦、時間無制限一本勝負を行います。青コーナーハッスル、170cm、87kg、レオナルドスパンキー。神様仏様レオ様、ゼロワンマックスレオナルドスパンキー。全日本プロレス、173cm、83kg、カズハヤシ。丸藤健太を待っていろ、全日本プロレスカズハヤシ。赤コーナーアパッチプロレス、176cm、90kg、源太郎。俺が本当の男前、アパッチプロレス源太郎。177cm、85kg、佐々木隆。その傷が全てが分かる。アパッチプロ、あっと、いきなり始まりました。いきなり切ってこられた。第4試合始まりました。場外にスパンキーと佐々木です。スパンキー投げられた、レオ様投げられました。そして反対側、カズ林と源太郎、早くも始まっている場外乱闘です。いきなり始まりましたね、諏訪さん。そうですね、まあ、この手の始まり方っていうのは、まあ、私も得意なんですけどね。そうですか。いきなり切ってかかりました。あと椅子も使っているぞ、椅子も使っている源太郎。カズ林大丈夫か、ピンチ。これがアパッチプロレスです。あっとレオ様投げられた鉄柵、悲鳴が上がっています。ディファーリアケ、プロレス界のレオナルド・ディカプリオ投げられた。ものすごい音が響いた、この表情です。ディカプリオなんですか。レオ様と言われているそうですが、誰が言ってるんですか。ちょっとそのレオ様スパンキーが苦しい。そしてリングの中、アパッチプロレスダブルでの攻撃です。源太郎がカバーに入った。それにしてもあれですね、佐々木選手ですかね、はい、すごい傷ですね、もうこの傷だけで自分たちのプロレスを分かっていただけると、そう話をしていました。深い、そして厳しいそのプロレスをやってきたんだと、その自負があると話していた佐々木です。マット上中央、カズ林、そして挑発を鳴り出している源太郎、張り合いだ、張っている。ここでその傷だらけの佐々木が待っています。ここまでの流れはこのアパッチプロレスの2人はいいですね。そうですね、普段からなんかこうやり慣れてるんですが、彼らもカズ林と、ね、スパンキーの方もなんかハッスルとか、で
タッグ、そうですね、特にまあ第一試合を任されるというところで黄色い声援を相当受けているそうですよ。黄色い声援ですか、色ついてるんですね。そうですね、なるほど、まあ、色男、その発するでも色男ぶりをまあ発揮している2人です。さあ、いきなり攻められたレオナルド・スパンキー、そしてカズ・林です。フォーク、もっとフォークと言いながら、今放送禁止用語を言いながら、カズ・林が蹴りを見せていきました。ここでレオ様が入ってきました。ニュートラルコーナーから対角線回っていく、体を預けていきました。ゲスタイナーカバーに行く、カウントは2です。ここで入ってきたのは源太郎です。どうでしょう、最初に食ってかかったのはアパッチプロレスですが、どのあたりに諏訪さんはこの試合注目されますか。どうですか、まだ読めないですね。読めない、今ダブルでの攻撃を見せたのがカズ・林、レオナルド・スパンキー。さあ、上腕ところでいった、さっきからやっぱり結構飛ぶ選手多いですね、それぞれね、まあ、アピールの場としてね、はい、まあ、怪我だけ注意って感じで、まあ、特にこのカズ・林はこれに勝ってとにかくノアの、まあ、丸藤健太と戦いたいんだと、そんな話もしていました。エルボーを落としていった、カバーに行ってるのはスパンキーです。レオナルド・スパンキー、本名はブライアン・ケンドリック、アメリカ出身です。 WWE も経験しているこのスパンキー、あーと落としていった、カズ・林を落として佐々木隆が源太郎行けと合図を送って源太郎が入ってきました。この源太郎は WWE のスーパースターショーン・マイケルズを崇拝しているということです。相手は WWE も経験しているスパンキー、あーっと張っていった、もう一丁逆水平、腰を落としたレオ様、高い打点のドロップキック、息が上がってきたかレオナルド・スパンキー、170cm 87kg です。一方源太郎は90キロあります。足を取りに行く、まあ、この源太郎はとにかくイケメンと聞くだけで耳が痛いと諏訪さん、そう話をしているそうですよ。本当ですか、まあ、でも、まあ、自分もどう思ってるか分かんないですけど、まあ、そこそこそんなにね、あれ、まあ、橋誠よりはいいんじゃないですか男前ですかね、ただイケメンという言葉はあまり使ってないだろう、そんな言葉は許せないんだと、その話をしていた、そういうイケメンです。前にそのプロレスのイケメンレオ様を捉えていましたが、右手がかかりました。ハードローブ、しかしえげつない攻めを続けていったゲンタローです。ゴンゲがゴンゲが、さあそのレオナルド・スパンキーを捉えて赤コーナー佐々木隆が入ってきました。改めてこの傷です、すごいですね、もうとにかく傷だけ見てくれと話をしていました。顔面にヒットしました、カバーに入っている、カウントは2。去年9月に DDT からアパッチプロレスに移籍してきました佐々木です。まあ、アパッチプロレス01第2本にも幅広く活躍しているこの佐々木です。今のいただきたいですよ、この男前、男前と言いながら、色心を落としていきました。やはりそのあたりが男前に対して、イケメンに対しての意識はどうやらやはり大きいものがありそうですね。やっぱ妄想もあれるか分かんないけど、やっぱコンプレックスなんですかね、諏訪さんもいろいろ思うところあると思いますが、いや私はもうあくまでもネタとしてそうですか、果たして勝って丸藤健太組と戦うのはどちらか、ちょっと髪がぼぼけてきたレオナルド・スパンキー、逆水の打ち合い、スパンキーを呼んでいる、こう見ても髪がほどけても色男ぶりが非常によくわかるこのレオナルド・スパンキーです。でも髪がほどけて彼なんか、なんか女の子と対して変わんないかもしれないですよね、まあ、イケメンというよりもなんか綺麗な感じさえしますね。ピンクのコスチュームプロレス界のレオ様、おっと伸びてる、おっと張っていった
張り合いです。お互い上手、あっと目にいった、目にいきました。カズ林と変わってほしいですね。なんかもうちょっとこのシチュエーションも飽きましたね。そうですか、ね、ずっとちょっとこう捉えられる時間が長くなってきましたね。あ、さあ、わーっと飛んでいった。ここでカウント、カウント2。浅かったですね今の、ちょっと浅かった。体もひねっていきました。カズ林を落として、ここで入ってくる。カズ林もとにかくスパンカーのこの顔を見てくれと、男前を皆さんに見せたいんだという話をしていました。さあ、ここで迎撃していたスパンキー、捉えた、捉えた、また張っていく。ここは腕を立てて、あと顔面キック、顔面にキック入りました。アリアットかわして、ここで片足が入ってくる。全日本の片足張っていった、揺れて出していった、佐々木も張っていった、佐々木も入っていった。しかしここでバックを取ったレンタロー、あーっと自爆してしまった。そして捕らえて前に落とした。さあ、ここでカズヤシセカンドロープからソルト、カバーに入っている。カウント2。ここでカズヤシの見せ場が出てくるかどうか。持ち上げるというところですが、押し込んでいった源太郎、繰り返してものすごい強烈の膝です。腕を捉えている、後ろに投げていきました。さあ、そして佐々木とタッチを交わしました。佐々木隆が入ってきた。カレンジャーズの2人、そのコンビネーション、顔面にキック、立ち上がったその傷だらけの佐々木。ニュートラルコーナー、対角線に振ってエルボーを打っていきました。フロントサイド、トップロープに登る、まず林を呼んでいる。イケメン呼んで、後ろにミサイルキック、行くぞと高々と右手、右腕を上げている佐々木隆。さあ、準決勝進むか、垂直落下、カバーに入っている。カウントは2。さあ、ここから一気に行きたいところでしょうけれどもね。まあそういう感じですね。水平の打ち合い、エルボーテイクを張っていく。まず林が切り返していく、高いキック、左ソフトアームに入りました。さあ、ここでレオナルド・スパンキー、髪をなびかせて、から腕をひねって、これは切り返した。セカンドロープからエルボー落としていった。さあ、ちょっと怒った、カバーに入っている。カウントは2のまま。さあ、第4試合、勝てば丸藤健太、その挑戦権を得ます。レオ様がトップロープにタイタニックのように登って押していた、エルボーとしていきました。さあ、カバーに入った。カウントはカウントは2。彼はちょっと体重が、ね、軽そうなんでね、そこまでダメージはなさそうですけどね。87キロということですが、おやーと、これは膝が待っていた、悲鳴が上がった。手張り明け、今のストマックで入りました。あ、若干顔が青くなったか。レオ様大丈夫か。カズ林がカットに入りました。イケメンコンビ、そして傷だらけのコンビ、高いパワーを落としていった。カウント入っている。カウントは2。さあ、ピンチを迎えましたレオ様。アパッチプロレスの2人が1回戦突破できるかどうか。赤コーナー、さあ、佐々木隆、対角線だ、対角線だ、対角線だ、バキュン、バキュン、バキュンキック、必殺技が出ました。もう一度手拍子だ、手拍子だ。エプロンサイド待ってるのは源太郎、この位置から飛んでいった。届いてないじゃないですか。ちょっと届かなかったか。さあ、次は
定評がある2人ですが、ここでもう一度中央にレオ様大の字、健太郎がトップロープ登っている、エルボー落としていった、エルボードラップ、カウントは入っているが、カウント2、かろうじてかろうじて肩を上げました。若干瞳孔も開いているような、そんな印象を受けるレオ様です。レオ様ピンチ、あ、元気クラッシュキック、そして顔を落としていきました、カウントが入っている、佐々木がカットに入りました。なんとか切り返して、今度は数林が入ってきています。持ち上げたぞ、ダメルコーン、さあどうだ、数林も権利があるときにやればいいのよね、あれのねそうですね、なかなかタッチができない、そこは切り返して軽い身の動き、くるっと回って捉えた、おっと、ものすごい、ものすごい DDT だ、カバーに入っている、カウントはカウントは2、この辺りの体の動きはいかがですか。そうですね、さあブレンバスターの体勢落としていく、さあこの後は登ったぞ、登った、スライスブレッド、ムーンサルト、ムーンサルト、ムーンサルト落としていきました。ここでカットに入った佐々木です。バックを取った、ジャーマン、こうしたここを使ってラリアット、右腕、右腕、佐々木の右腕、さあ足を捉えた、決めるか、ヒットカーした、トラッシュキック、さばいた音が響いた、ディファーリアテ場外に落ちました。さあスパンキーがトップロープ、さあ源太郎が捉えているぞ、新しい機でしっかりと腕を捉えて投げました、流れ式で投げました、流れ式で投げました、さあもう一度行くか、カズ林は場外です。捉えられているレオ、健太郎のエルボー、そして対角線、レンタロー掴んで胸のあたりヒットしました。さあ決めるか、健太郎対角線上、さあダイキックドラスキック、スイートチンミュージック、さあカバーに入った、スイートチンミュージック、顔面ヒット、しかしスイートチンミュージックってそのままなんですか。いやいや、あのショーン・マイケルズも使うじゃないですか、崇拝しているということなんですね。さあトップロープに登ったぞ、さあ前へ見て終点スタート、これはこれはかわしました、これはかわした、これはよく見ていたレオ様、さあ逆に出るぞ、スライスブレッドナンバー2、さあカバーに入った、カバーに入っている、カットに入りました、得意技をこれ出してきました。さあ今度は一方では風林と、おっと落としていた、ワンカット、さあ息を吹かした風林、さあ合体技が出る、合体技が出る、抱え上げてブレッド、カバーに入った、決まりました、最後は2人の得意技ブレッド&バターで沈めました。レオ様沈まない、カズ林レオナルドスパンキー組、これで準決勝丸藤健太組と戦うことになります。明かして準決勝でこのイケメン2人がノアが誇るイケメンをどう戦いに挑んでいくんでしょうか。苦しい場面もありましたが、レオナルド・スパンキーが最後は見事に合体技で決めていきました、はい、これで準決勝のイケメン対決が非常に楽しみです。今赤津林と佐々木が何かいい絵をしていますが、握手はしません。いや、これでイケメン対決楽しみですね、準決勝。そうですね、まあ、その表情は厳しいままです。果たして準決勝、両手を横に広げたレオ様、丸藤健太組を捉えることができるかどうか。
最後は、まあ、ハッスルでもそのコンビネーションを見せている2人がブレッド&バターでアパッチプロレスの2人を破りました。1回戦全て終了。この後いよいよ準決勝です。